この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。釣れないな。やった、また釣れた。ねえねえ、どうしてそんなに釣れるの？フィッシングユーで教えてもらったんだよ。君も一緒に行こうよ。わあ、また釣れたよ。すごいじゃん、大自然と遊ぼう。釣りが大好き、フィッシングユー。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。フィッシングポイントをご覧の皆さん、おはようございます。今回訪れたのは南伊勢町内瀬の内瀬釣りセンターさん。イカダからのチヌ狙いでやってきました。さあ、楽しみたいと思います。さあ、今回は南伊勢町内瀬の内瀬釣りセンターさんにお邪魔しています。イカダからのチヌ狙いにやってまいりました。今回はフィッシングポイント釣りガールのアリサちゃんと一緒に楽しみたいと思います。顔が見れるかもしれないので、はい、ガモク釣りもできたいですよね。そうですね、いろいろ釣りたいですね。はい、楽しみましょう。はい、はい、よろしくお願いします。そしてゲストの方を紹介していきましょう。イカダといえばおなじみの杉下さんです。おはようございます。おはようございます。少し前に内瀬さんに来られたということでしたが、そうです ね, ねどうでした？まあ、覚悟しておいてほしいんですけど、はい、餌取りとの戦いになると思う。あ、やっぱり多いんですね。はい、でも諦めずにやっておれば、チヌがポコポコっと来てくれる、はいはいはい、油断したらダメですね。そうですね。そう、あんまり細いライン使ってしまう高原食べにね、ブチって切られる場合があるんで、覚悟しながら、はい、頑張りたいと思いますので、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、水分とってくださいね。はい、取りましょう。はい、さあ、まずは団子作りから。今回使用の配合餌はパワー団子チヌをベースにコーン団子チヌやオーチヌスペシャルハイパーなど、海水には大物にこれらを混ぜて使っています。刺し餌にはイキサナギミンチ激アラやガツガツコーン、丸エビイエローなどを使いました。はい、早速釣りをスタートしていきたいと思うんですけれども、私が使うタックルですが、こちら竿がつかさエヴァン SPM140、 もういつも愛用しているロッドで、大物にももちろん対応してくれるロッドです。そしてリールはですね、こちら今日初めて使わせていただくんですけど、見えるかな。フィッシングユーさんのオリジナルブランドのファンツールですね。そこから出されてます黒王ですね。ここで分かる下置きリール、こちらを使って早速いきたいと思います。はい、今日は私の愛用しているアイテムをちょっとだけ紹介したいと思います。それがこちらの釣り券さんから出ています防水バッグですね。見ての通りこの大きさだけありましても収納力抜群で、夏場なんかは、ね、荷物も少ないかもしれないんですけど、冬の間はやっぱり防寒のウェアとかもかなりかさばりますけども、十分入る大きさとなっています。小物などを入れるね、ちっちゃいポケットもついているので、それも便利だと思います。皆さんもぜひチェックしてみてください。私ちょっと杉下さんを真似て LINE を 1.2 号に補足したんですけど、大丈夫かな。わからんで沖縄に来た時に切られませんよね。頑張ります。杉下さんはやっぱりアケミですか？アケミの両替で、うん、結構潮がこう流れてるんで、はい、だいぶ流されると思うけど、あ、重りはなしですかね。うん、犬の駅ってこの絵だけ。わからんけど、何やろ、でも来てない。今またボケの遠投をして足元まで探ってきてたんですけど、おお、ボケでほらひびれや、手前の方に探ってたら途中でいきなりゴーンってきました。はい、ボケでやりましたやんか。イエーイ、久しぶりにひびれ釣りました。よかったね。はい、やった。私より先釣ったやんか。今日も勝つぞ。よかったね。お母さんもうおにぎり食べとんの、朝ごはん。コクいっぱいの時に聞かないの。もう余裕やな。さあ、全目、全目が来ました。宣伝を受けております。
お、杉下さんにヒット、なかなかいい引きですね。本命でしょうか。アイゴ、両犬アイゴ、残念、アイゴでした。ちょっと上塩が早くて難しいよね。難しいです ね、 ね、もう当たりがもう全然わからなくて、うんうん、あってもすごい小さい餌取りなんで、うん、ちょっと手返しよく頑張ってみようと思います。頑張りましょう。頑張って、頑張り、ずっと待ってたんですよ、食い込むまで。ああ、そしたら最後にグンといい当たりが出て、ちょっと誘い上げた後なんですけど、ああ、やっぱりあれやな、 1.5 僕の前にして 1.2 にするからやって1.55 に変えよう。うわ、カモ、カモある、カモある、めちゃくちゃ大きいフグが来ました。フグやな。こんなの当たりがあって、思いっきり合わせたんですけど、楽しみでしたね。大きいですね。よっしゃ、これボケの演奏ですね。ちょっとロープの方に切り釣ったよ。切り釣ったよ。出てきた、よかった、シーナ考えねー、よかったねでしょう。白鯛エビを今使ってたんですけど、やったー、本命かー、黒か、黒、イエーイ、よろしいな、そっちばっか、絶好調、絶好調やな。でもやっぱり潮がね、緩んできたタイミングで当たりも増えてきて、いい感じになってきました。あ、いいね、飲み込んでるかな。これは君で、ね、やったら、おー、これ毎年こういうのにとりあえず1枚やな、もちろん中田さんにも僕1枚、危ない危ない結構もう団子割れてすぐにガンガンガンっていいやつ感じで反応してきてるんで、ここ寄ってるかもしれない。アリサちゃんこっちでやる、ちょっとやってみる。今日は勝てる気がしてきたぞいや、お昼のお弁当も食べんと。そうですよ、慈愛を逃すことわけにはいきませんから。僕食べようかも、どうだろうね。待って、いけいけいけ、ほら来た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 、あ、私も来た、おお、来てるよ、これこれチヌヤで、あ、チヌヤな、なんか変やなと思ったら、でもあのキュッキュッて入るあたりが出たでしょ、はい、出ました。やろう、どんどん行こう。はい、だね、いい引きしてます。大事ですよすごい、おーおーおー、おいしそう、おいしそう、なかなかいい方だと思いますよ。歯を超える、ナイジさん結構年の日もね上がってる。おーおー、まさかのボラという、おお両手でやってます。その杉下さんが両手を使ってあげてますあれ。ほらよ。でっかい。でっかい。三ミリ。ついにでかいの来たから。まあ最長数ではあります。楽しめたところで、そろそろ納棺です。さあ、そろそろ終了時間ということで、お疲れ様でした。やっぱり暑かったね。顔もドロドロでね。そして今日はいいところ持って行かせていただきました。ありがとうございました。すぐ出たかったね。重量級でしたね。そしてやっぱり美味しいところは杉下さんが持って行ってくれました。美味しいところを取りました。ちゃんちゃんですね。
魚が上がってこんだらよかったのかなと思うんですけど、あの引きの強さはちょっと興奮したよね、はい、うん、課題両方の地でも上がってますけど、基本的にはこれから数釣りへと移行していきますよね。そうですね、うん、今日は私はもう、あ、餌取りに負けたと言うことだよ。師匠泣かしたぞ。まあ、頭にはええかと思って、ぜひ皆さんも楽しみにいらしてください。ということで今日はお疲れ様でした。内瀬釣りセンターさんではただいまチャレンジカップを開催中。長数の部、引き数の部でエントリーできるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。フィッシングユー四日市店から、四日市沖でサワラ85センチまでを2匹の超過、ただいまポイント5倍セールを開催中。まとめ買いや欲しかった竿、リールなどがお得に買える大チャンス。 U ポイントカード当日入会でももちろんポイントがたまりますよ。ポイント5倍セールは10月2日までの開催です。ぜひご来店くださいね。紀北町レンタルボート N テックマリンから、馬込さんほか真旗や大毛旗などをキャッチ。大場さんグループ赤旗ナイスサイズも混ざっていますよ。吉田さんほか、キジハタ52センチと、こちらもいいサイズです。魚種豊富に釣れています。千賀フィッシングパークトリトンから、釣り堀ではマダイをはじめ、青物やイシダイ、スズキとキャッチ。イカダではチヌ39センチまでを14枚と2桁超過です。釣り堀では手軽に体験できる2匹釣りも人気ですよ。イカダ釣り堀バーベキューとファミリーで楽しむにもぴったりです。元浦渡船吉川から、竿、餌、バケツなど釣りに必要な道具をお貸しするオール貸し出しプランを実施中。渡船のお客様へのお弁当も販売しています。お食事処吉雄水産の営業時間は平日、土日、祝日ともに11時から21時要予約となっています。ぜひご来店くださいね。月間プレゼント釣り券よりちょいかごセットを3名の方に、フィッシングユーよりちょい投げセットを1名の方に、明宝化学工業よりスクイッドストッカー BMS を1名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。